リア・バンダール、レア・ファンデール、1987年10月23日帯はアメリカ合衆国のプロレスラー。マサチューセッツ州スペンサー出身。WWE にカーメラのリングネームで所属。カーメラはマサチューセッツ大学ダートマス校を卒業後に NFL ニューイングランドペトリオッツのチアを務めていた。さらに NBA ロサンゼルスレイカーズでは ダンスチームとして活躍。2013年、WWE と契約し、14年9月、NXT に初登場。16年7月、WWE ドラフトで、スマックダウンより指名。17年のマネー・イン・ザ・バンクでは、史上初の女子マネー・イン・ザ・バンクラダーマッチが行われたが、自身のセコンドについていた、ジェームス・ウェルスワースが介入したことにより、 無効試合となり、9日後の再試合で勝利。初代ミスマネーインザ・バンクとなった。18年4月10日のスマックダウン・スムージー・キング・センター大会では、キャッシュインを行使、スマックダウン女子王座のシャーロット・フレアを一撃し、SD 女子王者となった。8月にサマースラムでは、ベッキー・リンチ、シャーロットとのトリプルスレッド戦で、シャーロットが勝利したため、王座陥落となった。 2018年の WWE ミックスとマッチ、チャレンジシーズン2では、アール・トゥルースとチームを組み、ダウンド・ロビンス・マックダウン組で4位で、プレーオフに進出。プレーオフでは準々決勝で、ジェフ・ハーディー、シャーロット組、準決勝でザ・ミズ、アスカ組を下し、決勝では、アリシア・フォックス、ジンガ・ー・マハル組をギブアップさせ優勝を果たした。カーメラは、 ロイヤルランブルの女子ロイヤルランブル戦に30番目に登場する権利が与えられた。2019年にはレッスルマニアのキックオフイベント第2試合女子バトルロイヤル戦でサラ・ローガンを最後に落として優勝した。スマックダウン女子王座、ありがとうございます。